どうもイケメン仮面ライダーくんです。前の配信でも言ったんですけど、僕の家の隣の、隣の家が、農家をやってるんですよ。で、その農家の、親っていうかおじさんとその息子さんの長男が、ちょっと知的障害者で、で、ここの僕の家に、石を投げてるんですよ。嫌がらせで。嫌がらせっていうか、なんか不満で石を投げてて、で、ちょっとそれがちょっとね、警察とかに僕通報したんですけど、ちょっと相談に乗ってくれなくて、すごく警察が無意味だなって思いました、僕は。ちょっと頭が障害があって、ちょっと石を投げてるんですよ、僕の家に。ここの家に。で、なんかちょっとそこの、その農、隣の農家は税金が2億円もあって困ってるっていうことを聞いて、ちょっとやっぱほんとゴミだなって思いました。